かっくんテレビ a k b フォーティエイト本田瞳ですアプリアイドルチャンプの投票機能と連動した K-POP のオリジナルチャートをお届けする番組それがアイドルチャンププレゼンツポップコーントップ10フライデーということでまずは今週のトップ10をおさらいしていきましょう第10位はワンアスのイレースミー第9位はシークレットナンバーのドクサ第8位はアイズワンのフィエスタ 第7位は「テンペスト」の「デンジャラス」第6位は「エンサイン」の「モノローグ」第5位は「926」の「ドント・コール・ミー」第4位は「ドリーム・キャッチャー」の「ボンボヤージュ」第3位は「ストレイ・キッズ」の「S ・クラス」第2位は BTS の「テイク2」そして1位は BTS ジョングクの「マイユーでした改めてジョングクさん4週連続の1位おめでとうございました ね、4週連続ってすごいですよねだって来週もねもしも1位だったら6月1位全部「ジョングクさん」ですねいやーね来週以降 BTS の新曲もどうなるか注目ですがね楽しみですそしてユナイトの皆さんコメントありがとうございましたねこうして一生懸命ね日本語で話してくださるのすごく嬉しいですよね皆さんも。 今日から始まっているリリースイベントぜひぜひチェックしてみてくださいさて最近の私本田ひとみなんですがドラマの撮影を引き続き頑張っております日本テレビ新土曜ドラマ最高の教師は7月15日にスタートということでおよそ3週間後には放送が始まってるんですね,ねオンエアチェックするのもドキドキなんですが始まるまでが もっとドキドキキしていますそしてあのドラマの公式ツイッターにはですね最近「水曜日のカンパネラ」のうたはちゃんとりこちゃんそして田辺りりかちゃんとの4人の写真が投稿されましたが皆さんいかがでしたでしょうかね私とうたはの髪色が奇抜すぎて結構インパクトあったと思うんですけどあの本当に実際みんなとすごく仲良くさせてもらっていて。 ででそうですね私は特に仲良くしてるのは「水曜日のカンパネラ」の歌派とかあとは茅島みずきちゃんそれこそリコちゃんと田辺りりかちゃんも仲良しなんですけどあの撮影の合間で前室で待ってる時に歌派と私がまなちゃんをこう挟んで喋ってるっていう姿がすごい面白いみたいで <laughs>、ね、それもなんか周りから笑われました <laughs>。 でででももみんんなな仲良ししのでうんとても楽しいです撮影年の差自体は歌羽と私は同い年なんですけどまなちゃんは大学生だからなあの女の子の中だと私世代が一番年上になるのでこう現役の高校生の子とかね大学生の子と話せるのがすごく新鮮で楽しいですでも私も学校行ってたら大学4年生なのかね大学もいつ,か,いつか,というか生まれ変わったら 通いたいです <laughs> そしてドラマ以外にもいろいろありまして週末はお話し会もありましたね直接ファンの方とお会いする機会っていうのどんどん増えてきてすごく楽しかったですし海外からねわざわざ会いに来てくださる方も本当にたくさんいらっしゃってすごく嬉しかったですねラジオも毎週聞いてるよって言ってくださる方いらっしゃいましたしあとはひーちゃんの声が大好きって ね、言ってくれる方もいてとっても嬉しかったですありがとうございますあとはあの小島春菜さんのブランド「ハーリップ2」の5周年イベント5周年の展示会にお邪魔して小島さんともお話しさせていただいたんですけどやっぱりねなんか最近あんまり、うん、先輩と話すの緊張しないんですけど小島さんと話すときはちょっと格段に緊張しちゃいます。<laughs> ね、でももいつも優しく お話ししててくださっていつまでも憧れの存在ですあと私最近あんまり SNS の投稿できてないと思うんですけど、まあ、最近のハマってることというかドラマの撮影現場に持ってってるものがあってあのー、ジップロックのタッパーにミニトマトとあとはコンテっていうチーズと私家でバジルをプランターで育ててるんですけど。 それとあとはブルーーベリーを入れててていつも撮影の現場に持って行っ行ますなんで持って行ってるかっていうとやっぱりお弁当を用意していただくんですけど栄養面を考えると野菜とかあのフルーツとか持って行きたいなっていう風に思うのでちょっと持ってくっていうのが最近の私のブームであります。あとはね最近何かなもうちょっと話したいけどなあ。 あと最近はあのー、そういう健康面のことで言うと、あのー、飲むエルメスって言われているあの韓国で売られてる日本で売ってないんですけどビタミンンドリンクみたいなのを飲んでますでもそれ飲むと本当に疲れが次の日残らなくてあの味自体はオレンジのオレンジをちょっと濃くしたような味がするんですけどこう錠剤のビタミンと一緒にその液体を飲むんですけど。 それ飲むと疲れが次の日に残らないなって思うのでちょっと毎日飲んではいますただあのとても安いものではないので <laughs> 本当に疲れてる時に飲んでいきたいなって思ってますではここでメッセージ紹介していきたいと思いますおい、愛知県にお住まいのマッスーさんからですお、毎週仕事終わりに楽しく聞いています ポップコーンはランキング番組ですがオリジナルのランキングを紹介する番組といえばひーちゃんもお世話になっているカウントダウン TV がありますよねそこでカウントダウン TV のアビーくんのようにポップコーンオリジナルの番組キャラクターをひーちゃんが考えるのはいかがでしょうか瞳画博の作品期待していますあらマっすーさんメッセージありがとうございますえー、カウントダウン TV のキャラクター名前あったんですね <laughs> アビーくん私絵はあんんまり得意じゃないんですよ <laughs> だからちょっとそうですねあの私がデザインを考案するのはいいんですけどちょっとあのイラストレーターの方を <laughs> あのつけていただいて一緒に考える一緒に本格的に考えたいなって思うんですが、ね、もしかしたら、ね、アイドルジャンプの方にも反対される私の絵が下手すぎてかもしれないですね。あと採用されない 可能性もありますが要検討をしていきたいと思いますいいですねこういう提案たくさんしていただけると嬉しいです本当にありがとうございますではもう1つ紹介しますひとみなこいずさんからですうん ラジオを通じて日本で K-POP 好きな日本人たちを楽しく聞くことができ K-POP 文化も教えてくれますひーちゃんとこの番組よく似合うと思いますずっと毎週も聞けたらいいなと思いますお、海外の方ですかね一生懸命日本語でメッセージ送ってくださってありがとうございます、ね、ラジオって日本語の勉強にもなるかもしれないですよね本当にそうだ、うん、私とこの番組合いますか 嬉しいですありがとうございますねこの番組を聞いてひとみなこいずさんたくさん日本語勉強して調達してもらえたら私もすごく嬉しいですまたメッセージ待ってますそれでは東京 FM で毎週金曜日の午後6時から放送中の「アイドルチャンププレゼンツポップコーントップ10フライデー」次回6月30日の放送もお楽しみに以上 AKB48 本田ひとみでした。かっくんテレビ